今日本ボールでゲームが始まりました。日本が右から左、そしてマレーシアが左から右に攻めていきます。2010杭州アジア大会男子サッカー1次リーググループ A、 日本対マレーシアの一戦です。両チームとも1戦目勝利、A 代表ですが日本が30位、そしてマレーシアが149位と差がある両チームです。山村ボールを奪った、右サイド水沼シュートをする。水沼のシュートは外れました。まずファーストシュートは10枚するという形ではありません。27番のモードシャス、左サイドは4番のオマル、16番のスブラマニアムはオーバーエイジ24歳の選手です。ワンツーを使ってくる、抜け出した、アンドキャッチ。ここは危ない場面を迎えました。チャンスを迎えました。水沼コーダから中央ヘディング、いいボールが入ってきました。13番の鈴木大輔のヘディングシュート、ドンピシャでしたけどね、カレナさん。そうですね、ただ相手にちょっと体つけられてた分、振り切れなかったと思うんですよね、まあ、自分のヘディングは自分の肩にあるいは相手に当たって得点はまだ入っていません。素早いスタートから東サネト、縦へのボール、永井がここにいる。11番の永井ボールをキープした、永井突破してくる、クロスを上げる、こぼれた、水沼落として、まだ打たない、水沼が打ちました。ディフェンスに当たってゴールラインを割っています。コーナーキックに変わります。クロスボールが彼らさこぼれてきて最後は水沼コータでした。そうですね、最初のファーストタッチも右からのクロス、そのこぼれ球を押し込んだボールでした。そして3点目はセットプレーから点を取りました。ある程度の手応えをつかんだ日本代表。さて東から7番の山崎から東へのボール、東入ってきた、北島がどうだ、東のシュートはクリアされた、もう一度長い決めた、先制ゴールは日本。いやよく決めたね今のは。東のシュートのこぼれ球、長井が決めました。まあ、ただやっぱり前線の動きの連動性ですよね、長井が流れる、できたスペースに中盤の東が飛び込んでいく、その流れの中でこのシュートにつながっているので、やっとフォワードの連動性が出たなというシーンでしたね、その連動性から最後は長井が決めました。長井は2試合連続ゴールです。まあ、今の瞬間の相手を崩す攻撃、試合が始まる前は27度あった今日のゲームです。さて左のクロス、逆サイドは誰もいません。さあ日本ボールです、今山崎がボールを持っていましたが後ろに水沼コータがついていました。比嘉のクロスからオフサイドありません。長い落として山崎のシュート、こぼれたは山村、外れました。山村の左足のシュートは外れました。まあ惜しかったですよね、まあ、本当に器用に左足のアウトでコースをギリギリ狙った山村のシュートでしたけど、まあ、彼がやっぱりこういうところでシュートを打つ意欲で、ボランチから飛び出しての後半出てきましたけどね、非常にいいポジショニング、あるいは外から中へのカバーリングも比嘉いいところ見せてたのでね、抜けたか、逆サイド山崎トラップできません。ボールを抑える、一旦下げて永井がこの位置、水沼下げてシュートを打つ、比嘉のシュートでした。比嘉が入ってきてシュートを打ちました。このシーンです。まあ、まさに自分のリズムでディフェンスができた時に、連動して攻撃も参加しやすくなっていいところが出せる。16番の山口蛍です。どうでしょう、ここまでご覧になって金田さん、マレーシアの怖さという部分は、やっぱり左サイドでの、16番9番のコンビネーションというところじゃないですかね、なるほど。さて日本、水沼クロスが入るチャンスは長い、そこですよ、浮いてしまった。やっぱり彼は見てるんでね、
中がやっぱりニアファー疲れてコースがない、その時に本当に一瞬の判断で中に深いところに戻してきましたけど、これ水間コートは見てるので、はい、そうですね、こういうシーンはやっぱ作ってほしいんですね。そうですね、これは1点もんですよね。アジア大会男子サッカー日本1点リード、水沼ボールを奪う。日本は今日勝ちますと決勝トーナメント進出が決まります。その中で迎えたマレーシア戦、残り1分を切りました。ボールが入る、東、東シュートを打って右足こぼれた、しかしゴールキーパーのチェバトが抑えました。フリーのランニングにしても、やっぱ相手をゴールに直結するようなね、そういう動きをしてますし、はい、まあ、シュートも果敢にイメージして狙ってますよね、いいプレーだと思いますね。まもなくロスタイムに入ります。しかしここはロングボールがヘディング、安藤を抑えた、後ろから危ない日本クリアしました。ピンチを迎えました。ロスタイムは1分、ラムランのヘディングシュートをよく安藤が抑えました。まだマレーシアの攻撃が続いている。裏へのボール、8番のラヒムから攻撃を組み立てていますが、最後はラムランのヘディングシュートでした。守った日本、長いから東、さあここは最後に決め切りたい。水沼コートのシュートだ、ゴールキーパーの正面です。危ない場面から、そしてカウンターから水沼コートのシュートまで行きました。このシーンです、金田さん。そうですね、完璧にやられてますね。ここはディフェンスとディフェンスの間に20番のラムランが入ってきました。まあ中国戦同様、試合開始前日が陰りました。水沼コートのコーナーキックからこぼれてます、シュートを打つぞ、ボレーシュートは長いか、もうちょっと抑えれればっていうところですけど、まあ限りなく芯を捉えてますよね、インパクトは ね、 そうですね、このシーンです。ワンタッチでは難しいシュートですけどね、はい、2トップの2人以外はまあ、しっかりと2列のラインを作ってという形ですね。まあ1点取られたからと、はい、長いのスピード、長い長いシュート打った、サイドネット、長いのシュートはサイドネットでした。ワンタッチで抜け出してその速さがあります。 50m を5秒8で走るという長い、まあ、ああいうところで日本での合宿、そして攻守に乗り込んだ日本代表、準備期間が少ない中で中国では快勝しました。そして中1日でマレーシア戦1対0とリードしていますが、ちょっと苦しんでいるこの後半戦です、まあ、やっぱりどっかで縦のパス、はい、縦への動き、前線のですね、それが入ってこないとダイナミズムは生まれませんので、山崎からマイナス、よっしゃ、決めた、いやよかったね、最後は16番の山口、いい攻撃参加してましたよ。まあそれにしてもあの切り込んで右足のアウトでのループ気味のクロスはね、テクニックもいるし、はい、これ長いだと思うんですけど、長いですね、器用なことできますね、この選手は、難しいですよ今の。まあ昨日の先制ゴールも長いのアウトサイドのパスからでしたからね。そうですね、まあ、あれは山村が落としてから感じてる部分があったので、はい、ただ今のクロスは難しいですよ、はい、スピードを上げて足にボールを乗せるっていうのは本当難しいので、はい、オフサイドはありません。そして長井はアウトで上げて、ですね、はい、長井のアシスト、山口蛍の追加点です。後半の19、ボールの取りどころを非常に大事にしているチームなんだということを言っています。今のあたりは象徴的、一気にボールを奪いに行きました。山村から山崎、ボールがつながった、中に選手は誰もいません。さあどうするか、東下げて柔らかいボールを長いに送る、水沼チャンスだ、水沼コーナー打った、東後ろから、ゴールキーパー、山口のシュートはゴールキーパーチェマトです。水沼、東が絡んで最後は16番の山口蛍、東のシュート、こぼれ球、山口の前に転がってきました。強烈なシュートを打ちましたがゴールキーパーのチェマトが触っています。